皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、 岸田内閣の支持率が過去最低を更新しました。しかも4ヶ月連続で危険水域です。しかし一方で、野党もひどい状況になっておりますので、岸田内閣はどうなっていくのか、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、時事通信の記事です。内閣支持率最低26.5%、4ヶ月連続で危険水域、そして立民も下落と、世論調査で唯一信頼性がある時事通信、 その時事通信で内閣リーズが過去最低となりましたそれではですね、こちらはちょっと数字が読みづらいので、こちらに数字をまとめました。今回の世論調査は13日から16日に実施した1月の調査ということになります。そして調査対象は全国18歳以上の2000人を対象に、唯一個別面談方式で実証されています。他の世論調査というのはすべて電話対応となってますので、個別にあって聞き取るという いうのは唯一 G 通信のみです実際に面談して聞き取りを行うと本当の回答が得られるということと若干低めに出るという傾向がありますそして毎回毎回同じ質問で聞いてますので調査結果は正確です世論調査と聞きますと何か調整が入ってるんじゃないかと特に最近は読売新聞ですよね読売新聞は渡辺常雄氏がいますので岸田首相と近いということもあるのかそのせいもあってかなぜか支持率が上向 見ておりますそういうことを考えると g 通信の世論調査は唯一正確なのであと思います。ということで1月の世論調査はどうなったのか見ていきましょう。まずは岸田内閣の支持率。支持するが26.5%。これは前月比マイナス2.7ポイントです。2021年10月に政権が発足してから過去最低の26.5%になりました。そして不支持率。43.6%でプラス1.1ポイント。 これは過去最高となってます。不支離率はずーっと来てずーっと来て過去最高と、支持しないが支持するを上回って4ヶ月経っていますが、非常にしぶといですよね。しかしどちらも過去の数字を上回ったという結果になってます。そして支持するは政権発足後最低だった昨年10月 27.、27.4%を下回り、政権維持の危険水域とされる20%台は4ヶ月連続となったと、この10月は27% 7.4%それを下回ってきたとということになります。しかしかで、すよね。でこれは防衛力強化に伴う増税方針の表明や一段と進む物価高などが影響したとみられると普通に考えたらそうなりますよね物価高で賃金も上がってない状況で増税を言ってしまうと本当に財務省路線で経済のことを考えていないとつまり国民のことを考えてないので支持率が下がるとそういう結果が現れたということになるです 続いて昨年12月下旬まで続いた四閣僚辞任をめぐる岸田文雄首相の対応について尋ねたところ評価しないは56.4%一方で評価するは18.7%どちらとも言えない分からないが24.9%これがですね圧倒的に評価しないが多いんですよねなのでこの四閣僚辞任も支持率に響いた可能性があるとまあ普通に考えたらそうですよね昨年の8月10日に 突然内閣改造したんですよねしかも、安倍さんの49日を待たたずに内閣改造しししてしまったとしかももう一つ言うと、8月10日の内閣改造の6日前の8月4日、中国が日本の e z にミサイルを撃ち込んだんですよね。しかし、内閣改造の人事で頭がいっぱいで、国家安全保障会議を開かなかったと。そういった話も出ている内閣改造の人事、そこで選んだ4閣僚が辞任に追い込まれたと。内閣改造 しなければもっと評価が高かったかもし、れませんこの内閣改造から全てが狂ってしまっているとそんな感じになってますよね、そして安倍さんがお亡くなりになった7月以降、8月からずっと下がってるんですよね、そして安倍さんがご健在の時はずっと高い水準でした、なのでこれが岸田内閣の実力なんですよ。 外交で成果を上げたとしても、それは安倍さんが種をまいて、たまたま岸田首相が刈り取ることができたと。しかしそれも支持されておりません。あくまでもこの7月以降が岸田内閣の実力ということになります。続いて、政府の新型コロナウイルス対応について、評価するは40.9%。これは前月比1.7ポイント減です。そして評価しないは31.2%。これは1.7ポイント増になってます。若干評価が下がってますよね。 今コロナで亡くなる方が増えているのと、2類から5類への引き下げがようやく決まったと、遅すぎたというのがこの評価に現れている可能性があります。続いて、異次元の消費者対策の財源を消費税増税で賄うことへの賛否を尋ねたところ、賛成が20.8%、賛成が20%もいるんですよね。ちょっと信じられません。そして反対が56.7%、そしてどちらとも言えないわからないが22.5%、 と、これはもう圧倒的に反対が多いですよね。まあそりゃそうですよ。この反対している人は消費税増税というのは財務省の意向なんだとそういった認識も増えてきてるんでしょうね。そして、賛成の人たちはそういったことをご存じない方が多いかもしれません。しかも消費税を上げると経済は上向かないことが分かっているので、消費税を上げずに経済を上向かせた方が消費税を上げた時よりも税収が増えるんですよ。それを。財務 税税はやりたくくななないいいいののでいつも景気ががが悪くなるととと安定財源がないと国の財源国政が破綻してしてまいますよとそして、大学教授や経済学者の口からも言わすと、そうやって国民を脅して脅して、プライマリーバランスを黒字化するために、増税しないといけないと国民に対して印象操作を行うんですよね。それが甘利氏がポロッと言ってしまった消費税増税の話です。消費税増税しなくても、歳出改革をすればいいんですよ。何も 役に立ってないむしろ左翼活動家のお金がいっている男女共同三角の予算が9兆円ありますのでそういったお金をやめさると出てきますなので国民は安定財源がないから増税だという言葉には騙されないでくださいそれよりも歳出改革が先でしょとそう言わないとダメなんですよそれを覚えておいてください続いて防衛費増額の財源として岸田民衆が表明した1兆円強の増税方針について賛否を尋ね と,ところ反対が50.8% 24.5%賛成がが24.7%どちららとも言えない分からないいかは反対が圧倒的に多いですよね。そりゃこんな状態で増税なんてしたくないんですよね。反対は当然ですよ。そして財源はあるのに増税したいと。それが理解できないんですよね。そこで政党別見ると、自民党支持層は賛成が44.4%、反対は31.6%、 なんんと賛成の方がが、多いででですすすよよ。ね。私は自民党支持層ですが圧倒的に反対ですよ何考えてるんでしょうかね。一番財務省に騙されてるのは自民党支持層ですよ。これはダメですよね。そして公明党支持層は賛成29.3%、反対は48.8%、これが普通ですよね。そして立憲民主党支持層では賛成が10.0%、反対は63.3%、これは立民党層です 自民党支持層が正しいですよ。自民党支持層は何考えているんでしょうか全く理解できません。そしてこの増税前に衆院解散総選挙を実施すべきかどうか、実施すべきだと思うが45.2%、実施すべきだと思わないが23.1%、どちらとも言えないわからないは31.8%、そりゃ実施すべきだと思うんですよね。増税するなら国民の心を問うてからですよね。しかし今野党が弱いので、 解散総選挙やっても。 あまり議席は変わらないのではという気はします。しかし岸田政権が本当に増税を打ち出してしまうと、自民党は統一地方選は厳しい戦いになるかもしれません。続いては内閣を支持する理由について、他に適当な人がいないが13.5%、首相を信頼するが5.6%、首相の属する党を支持しているが5.1%。しかし岸田内閣を支持する理由の一番が、他に適当な人がいないんですよ。 いや、いるでしょと言いたいですよね。これ答えてる人、ほとんどが成人、興味がない方かもしれませんよね。こういう他に適当な人がいないと言ってる人たちが、この26.5%の大多数を占めていると、そういうことになるんでしょうかね。続いては内閣を支持しない理由について、期待が持てないが26.7%、リーダーシップがないが17.1%、政策がダメが15.2%、期待が持てないが15%、 高くなってます本来であれば政策がダメが一番多くないとおかしいんですよ期待が持てるかどうかなんとなくの雰囲気で選んでいるのかなともしくはいろんなことがダメなので期待が持てないを選んでいる可能性がありますよねまあ外交については自由で開かれたインド太平洋ということで安倍さんが敷いてくれたレールの上に乗ってやってくださっているとそれについては評価をしないといけませんもし河野太郎が首相になっていたら日米の の分断ををっっててで開かかたインド太平洋つままりり仲間を増やすす行動をしてこなかった可能性がありますそれを考えると外交については岸田省は評価できると思います。しかし一方で内政ではすぐに増税増税また増税増税をすぐに口にするので経済がどうなるかわからないとこれが一切評価ができないところですよね。つまり内政は財務省の敷いたレールの上に乗っているのでこれは評価ができないと でできないでしょうそう考えると期待が持てない票を入れる人がいてもおかしくはないんですよね。続いては政党支持率について自民党がですね、一人勝ちですよ。プラスポイントそして野党第一党が日本維新の会3.6%でマイナス0.2ポイントそして公明党が3.4%でマイナス0.3ポイントそして今回の注目の一番は立憲民主党なんですよ 2.5%でマイナス3.0ポイント。すごく下げてます。これが現在の野党第一党ですよ。立憲がこんな状態だから、岸田政権がいいようにやってるんですよ。そして後の野党はほとんど変わりがありません。支持政党なしがプラス3.0ポイント。つまり自民党以外は入れるところがないということになります。そして立憲民主党は2020年9月の旧国民民主党の合流以来、過去最低値を更新したと。そして反 半減を超える下がり方で、日本一の会との共闘継続を打ち出したものの、有権者の期待になお応えられていない格好だと。立憲はですね、半数を超える下がり方、立憲の有権者の期待というのは、おそらく左の期待なんでしょうね。泉代表は、本来であれば自民党から立候補したかった人なんですよ。だから左の期待に応えられないと、もう立憲は立ち直れないでしょうね。そして政党支持率の推移、11、1 1> 1月です自民党はをキープしして今回ぐっと増えました。そして、立憲民主党4.8、5.5と5%をキープしていたのに、いきなりズドンと下げましたね。そして、維新は2.8から3.8、3.6とちょっと上がった水準ですよね。そして、公明党はほぼ変わらず、共産党も変わらず、国民民主党が0.6と1%を湧いていましたが、1.4、1.5と 上がった水準になってますよね。これは自民党に近づいた結果でしょうか。おそらく自民党の保守党の一部が国民民主党に入れていると。私はいつも言ってますが、自民党に入れたくない人は、野党では国民民主党が一番いいですよと。そういう風に言ってますので、そういう人がいるのかもしれません。そしてあとはほぼ変わらずです。なので、野党の保守ができると、自民党に入れたくないという保守党の受け皿になれるんですよ。それをですね、賛成党 は狙っってててままししたがこの数字を見見るる限り見抜かれてしまってるなとそういうことになりますよね。もし保守党の期待に応えているのであれば、とっくに国民民主党の数字を超えているはずなので、超えていないということは、期待に応えられてないということになります。数字というのは正直で残酷でもあります。賛成党の皆さんがいつも、我々こそが真の保守だとか、自民党は保守じゃないとか、自民党の保守の議員と一緒にやりましょうとか、そう言ってます。 がその結果の数字がこれですよ私も保守の野党が出てきたら応援しようと思いますが今はまだいないということになりますそれが数字に現れているということになりますまあ賛成と保守だと信じている人はどうぞしかし私は保守ではないと見てますリアルな話をすると自民党と連携するのは賛成党は対等ではできませんし神谷氏は自民党に恨みを持っているので連携などやろうと思ってません私は普段からいろんな情報を 集めていますが賛政党のやってることはむちゃくちゃやってますので偽善なことをやってる政党は一切支持はできませんそれははっきり言っておきますそして1月中に神吉を筆頭にしてボードメンバーが詐欺罪で訴えられますそういうことも含めて全く信用できない政党ですので保守とか保守ではないとかそういうレベルにも達してません支持者を騙すようなことをやってお金を取ってたらダメですよもう評価にも値しない政党です 元党員複数人が訴えるので、本当に信用できない政党ですよ。お金儲けするより国のために働いてくれと。国政政党ですから皆さんのお金を使ってるんですよ。真面目に働いてくれと言いたくなりますよ。そんな政党一切支持できません。そして最後に青木率。これは内閣支持率プラス政党支持率です。内閣支持率は過去最低の26.5%。そして政党支持率が上がって24.6%ですので、これ これが50%を割ると危険水域になりますが、しかしですね、いくらこの内閣支持率が下がっても、政党支持率が上がってしまうので、なかなか50%を割らないんですよ。つまり野党が下げるので、この政党支持率が上がってしまって50、50%を割れないと。つまり岸田内閣を支えているのは、野党がだらしないからということになります。しっかりしてほしいです。 よねもう岸田内閣を倒そうと思ったら野党がまともになってくれるしかありません。そしてこちら、時事通信、支持率最低、一気一中せず、松野官房長官、松野官房長官は19日の記者会見で、時事通信が実施した1月の世論調査で、岸田内閣の支持率が過去最低になったことについて、一気一中しない、国民の声を真摯受け止め、政府の対応に生かしていくことが重要だと述べたと。いや、支持率は 過去最低になったということはこれこそが国民の声ですよねしかし一気に注しないとつまり国民の声は聞かないと相反することを言ってますよねまあこの人何を言ってもしょうがありませんそしてこちら作家でジャーナリストの門田隆昌氏最も信頼できる時事通信の世論調査で岸田政権の支持率が前月からさらに下がり26.5%にそして不支持率は43.6%岸田増税 政権への国民の怒りは収まらないだが自民党支持率は24.6%で微増つまり岸田首相は変えようということすでに菅政権末期の29%を下回る政権悪あがきはやめなさいとそうなんですよね自民党支持率が上がって内閣支持率は下げたとつまりこれは岸田首相は変えようとそういうメッセージなんですよ菅政権末期の時は29%でしたそれをはるかに下回る 26.5%ですのでいつ倒れてもおかしくないんですが本来であれば自民党支持率も下がらないといけないのに野党がだらしなくて上がってしまってますそれが岸田政権の延命を図っていると20%台になって4ヶ月経っているのになかなかしぶといじゃないですかそれは野党第一党である立憲が低い水準でなおかつ他の野党も怖くないとそんな状況なので岸田内閣は菅内閣の支持率 そしてこちら日韓現代岸田首相出身の改正高校岸田首相誕生の悲願達成も熱気がすっかり冷めて OB からはソース感だと岸田の首相就任が決まった時は都内の飲み屋街のあちこちへ改正同窓会の万歳三層の声が聞かれたとだがその熱気は長く続かなかったと目標を達成したからという部分もありますが何より岸田さんがまるで開成 せいらしくなくてみんながっかりしてしまったんですとこれは ob の証言です改正出身の官僚の一人からは岸田さんは自己保身ばかりとの怒りの声が聞こえてくると昨年8月岸田氏は旧統一協会の関連団体に祝電を送ったり会合で挨拶をしていたことが発覚した小林隆之経済安全保障担当省事実上の公鉄と小林貴之氏は非常に有能な人ですしかし岸田氏の後輩なんですね先日萩生田政調 会長が防衛増税に反対するために特命委員会を開きましたがその幹部として小林貴之氏を選んでおりましたがまさかの岸田首相の後輩なんですねそして小林氏は改正後93年に卒業した元財務官僚でもありますそして後任の大臣となった高市早苗は岸田からの入閣要請を際小林の留任を求めたにもかかわらず聞く耳を持たなかったと明かしたとちなみに小林氏は前回の総裁選では岸田 陣営にはつかず高市陣営についておりましたそれもあったのかもしれませんねそして小林さんが旧統一教会とズブズブの関係だったのならともかくこんな切り方はないと自分さえ良ければといった人間は改正にはいないと前出の官僚がそういうことを言われてますどうやら岸田賞改正 OB たちからソース間の雲行きかどうかまでは日韓現代さんなんで分かりませんねしかしそういう見方もあるということですそして最後にこちら 安倍さんが過去に世論調査についてどういう発言をしていたか、安倍さんの発言書をツイートされている方がいます。安倍さんはですね、どう自分のことを思っているんだろうか、それは日々の世論調査ですからね。 世論調査がどんどん落ちてくるとね、ああ、こんなに嫌われてんのかなという気持ちになってきますよね。同時に街に出て行って、安倍さん頑張ってとか言われると、応援してくれる人がいてありがたいなと非常に励まされると、そういう発言を過去にされておりました。岸田首相は今どんな気持ちでいるんでしょうかね。今回の世論調査では、少子化対策を消費税増税でどうですかと、これは反対が多いと、そして防衛費増額の財源として、1兆円強の増税 についてこれも反対が多いと、この声ををでですすね、増税するののはなく、く歳出改革をやってくださいと、この声が世論調査に反映されていると思いますので、ぜひ聞く力を発揮して、国民の声を聞いてほしいですよね。そしてもし増税をするのであれば、皆さん一丸となって、徹底的に抵抗していきましょう。またこういった情報がありましたら、動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして 高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。